はい、こんにちは、シャスカです。今回の自立人材として輝くコーチングの10ということで、強みを生かすというお話をしたいと思います。具体的な、事例を一つお話ししたいと思うんですけど、こういうご相談があったんですね。私は締め切りギリギリにならないと行動できないので、計画立てて、毎日コツコツできるようになりたいですというような、ご質問だったわけですけれども、結論から言うとですね、これはすごく難しいと思います。というのは、人って我慢できないんですよね。人は感情の生き物なので、何かを我慢するっていうことが基本できないんですよ。なので、その計画を立ててコツコツできる人っていうのは、計画を立ててコツコツするのが好きな人なんですね。で、それが今までできてないってことは、それは嫌いだっていうことなので、できないんですよ。で、問題はその計画的にコツコツ、計画立ててコツコツ できるかできないかじゃなくて、得たい結果を得られるかどうかなんですよね。だから締め切りギリギリになっても、それやるべきことが終わらせられてるってことは、仕事をこなす能力もあるし、1日2日っていうところでぐっと集中できる集中力っていう強みがあるんですね。だから計画を立ててコツコツやるっていうことができないっていうことを考えるのではなくて、自分は1日2日ぐっと集中して何かをやることができるっていう強みに注目するべきなんです。だったら、例えばこの仕事を1週間でやってほしいって言われた時に、多分 最終日とか前日の2日でグッとやって、締め切りギリギリで終わらせるっていうことであれば、それは逆に言ったら2日でやることができるわけですから、自分で2日間で終わらせるっていう個人的な目標を設定する。最終期限っていうのを2日、1週間で頼まれたのを1週間でやるんじゃなくて、1週間で頼まれたことを2日で締め切りを設定して、それをやるっていうことをすればいいわけですね。で、じゃあどうすればいいかっていうと、例えば1週間で終わらせてほしいって頼まれた仕事、例えば上司を2日で終わらせて、もう終わりましたって言って上司をびっくりさせる姿をずっとイメージするとか、もしくはそういう、とにかく仕事が早いっていう人は仕事ができるっていうふうに、すごくこういい印象っていう、仕事ができる人イコール仕事が早い人っていう、イメージがありますので、常に頼まれたらその期限よりかなり早く終わらせるっていうイメージを作ることで、自分自身が会社の中でどんどん昇級していくとか、どんどん昇進していくとか、そういう、プラスのイメージを常に持ち続けるってことなんですね。なので、計画を立ててコツコツできないっていう弱みを見るんじゃなくて、私は1日2日集中的に何かに取り組むことができるっていう強みの方に注目して、1週間でやるべきことを自分の個人的な締め切りとして2日っていうふうに設定してしまうわけです。で、頼まれたらその2日間集中してやる。で、どうやってやるんですかって言ったら、これは人は我慢できないので、とにかくいいイメージ、その2日で終わらせたら会社の上司がすごくびっくりするとか、喜んでくれるとか、自分自身がすごく仕事ができる人っていう風な目で世間から他人から評価を受けることができるとか、その結果上司から認められたり仲間から認められることで昇級したり昇進したりして、会社の中で大活躍してる自分をイメージするとか、そういうプラスのイメージを持ちながら、自分の強み、今回の場合だったら1日2日集中的に何かに取り組むっていうことができるという強みに注目して仕事をしていけば大丈夫です。なので、計画を立ててコツコツやってる人っていうのは、計画を立ててコツコツやるのが好きな人なんですね。で、それが好きだからできてるわけで、嫌いな人がそれを好きになろうってする必要はないんです。大事なのは仕事を終わらせることであり、成果を出すことなので、逆に計画を立ててコツコツやれる人から見ればですね、1日2日すごい集中力を発揮して取り組む人が羨ましいって思ってるかもしれないわけですよね。なので、弱みを、見るんじゃなくて、自分自身の強みに注目して、それを伸ばす、それを生かすっていうことをやっていただければ何の問題もない。むしろ、どんどん、仕事の方もうまくいっていくというふうに思います。
はい、今回は自立人材として輝くコーチングの10ということで強みを生かすというお話をさせていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたのコーチ白坂慎太郎でした。それではまた。